お、キューマップ。誰か。で割とすぐに。お、ほんなんかちっちゃい声ですけど、おい、声聞こえてんぞお前の声。おい。どう調子は。関さん。おい、BBG どう調子は。面白い。お、お、誰で喋ってんの。BBG 面白い。面白いな。面白い。おい、学校降りねえ。え？俺。おとといさ、学校に降りねえって誘ったやつらみんなとさ、フレンドになったんだ。あ、そうなんだ。いや、俺でも おめえとやる PUBG 重いからやだわ。俺と戦いたかったらミリベ来いよ。あ、そう。おめえとやる PUBG 重いから、ミリベ来いよ。ぶっ飛ばしてっから。ミリベ？あ、わかったわかった。オッケーオッケー。ミリベ行くよ。ミリベで勝負しろ、俺と。俺はっきり言ってめちゃくちゃ強いから、おめえほんとやべえぞ。お前血の海に見ることなくかんな。はい。わかったわかった。おめえ年いくつ？何歳？あ、俺まだ16、16。おい、ダメじゃん、おい。てめえ、お前どこ校だよ、おい、お前どこ校だよ、おい、お前どこ校だよ、おい、お前どこ校だよ、お前南校だよ、南校な、オッケー、じゃあ、見ろ、どこの、じゃあお前あれだな、ここで勝ったやつがその学校のチャンピオンだ。お前南校代表してこいよ。俺阿波水産高校だから覚えとけ。水産高とか特殊すぎて笑う。よし、やめてください。僕あんま上手じゃないんで、そうやっていじめられたら PUBG やらなくなっちゃうんで。やめてください。無理だよ。やれ。皆さんおいくつですか？二十歳だよ。あ、もう二十歳ですか？僕16歳なんで、やめてください。明日から高校行かなきゃいけないんで。ガキじゃねえか。やめてくださいよ。16歳？勉強教えてください、みんなで。マジで？ハシエンダデルパトロンでみんなで PUBG 楽しみませんか？いいぜ。なんでいいぜってや。みんなすごいですね。なんかオタクが頑張って喋ってるみたいで、僕もそうなると思うと胸がザワザワしますよ。普段はぜとか言わないですよね、多分先輩たち。バレてますよ。どうせ大学とかでも、大学生ですか？皆さん。社会人ですけど。あ、社会人ですか？何やってんすか、仕事。接客業ですね。あ、接客業ですね。セブンイレブンとかっすか？一応ホテル業。あ、ホテル業ですね。かっこいいっすね。僕も将来なんかそういう接客業つきたいっす、僕も。よし。あー、そうですね。じゃあぜひともお願いします。よろしくお願いします。僕友達待ってるんで。あんたの人。僕でもパトロン来たら僕いるんでみんな殺されますよ。大丈夫なんですか？ちょ、チンでーす。パトロン来たら僕いるんで殺されますよ、皆さん。やめた方がいいっすよ。マジ？本当に？本当に？はい。行くしかねえな。パトロンに本当にとんでもない悪魔が降りると思うんで。だ、その身にオレンジをだ。その身にオレンジをだ。その身にオレンジをだ。ありがとうございます。朝早くから。おーおーおー。お前逃げんじゃねえ。おお、マジか。お前やるな。おいおい、ダメんじゃねえぞクソガキコラ、おい。いや、みんなパラシュートがうめえ、マジで。どうも皆さん、こんにちは。パラシュートがマジでうめえ。あ、クソ、こっちから行こう。こっちから行こう。こっちから行こう。みんな気持ちいい朝だね。恐ろしい事態が。あ、どうもおはようございます。なんかあれっすね、もうおはようなんですね。僕まだ寝てないんですけど。うん、俺も寝てないよ。今日オールだよ。何歳なんすか？16です。16っすか？僕も16です。16。タメっすね。嘘つけ。タメっすね。16ですよ。マジマジ、みんなタメやな。みんなタメやな。みんなタメっすね。お前ら仲良くしましょうね、全員で。みんなで学校降りよう。嫌です、僕学校でさっきから殺されまくってるんで。僕なんなら過疎地でもいいっすよ。過疎地でもいいっすよ、俺。僕じゃあ、おとといから。あ、おとといからやってんすか？いや、そうじゃなくて、おととい、3人ぐらい夜中にやったら誘拐できたんで。なんすか、誘拐って。みんなで学校利用って言ったら、友達になりました。あ、そうなんですか？あ、それ、チーミングっていう行為なんで、僕、PUBG のあれ、サーバーに今から通報します。あなた多分、マジバンされて、もしかしたら警察だとなるんですけど、大丈夫ですか？そうですね、そうですね。僕、あなたのことマジで通報するんで。天下のハットの人ですよね。僕通報します、PUBG 社に。あなた多分ほんと震えて眠った方がいいっすよ。よし、これでいい。こんだけ惑わしてけばこいつビビってんだろ。よし。お前が悪いんだからな。皆さん。僕も下手なんで一緒に頑張りましょう。あ、
なんかすごい好青年ですね、一番さん。よろしくお願いします。おいくつですか、一番さん。二十歳です。あ、同い年なんだ、奇遇だな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、こいついいやつだ。こいつ信用できる。こいつめっちゃ。何歳？あ、僕二十歳です。あ、一緒なんですね。はい。俺24歳。あ、24歳。あ、やばいっすね、24歳って。どうっすか、24歳の感覚は。あ、24歳で学生やってる。24歳で学生ってんすか。頭良さそうっすね、なんか見た目的にも。ハゲだけど。死ねな、24で学生ってやつはみんな。